昭和天覧試合の恩師等と栗原栗原民夫は日本の柔道家。選手として1929年の5体例記念天覧武道大会で優勝するなどし、指導者としては武道専門学校主任教授や京都府、警察柔道教師を務めた。後に、行動館柔道伝道にも選ばれている。兵庫県姫路市生まれ、姫路中学校を経て、 1915年代日本、武徳会武術専門学校に五期生として入学。同期には、金本東兵や山口孫桜がいた。1918年3月卒業後、同校研究科に進む。同年10月、神宮工学館助教授に就任。1920年4月、武道専門学校に奉職。1929年、 五大霊記念展覧武道大会指定選手の部に出場し、決勝戦で牛島達熊を破り優勝。翌年、京都府警察部柔道教師を兼務。1934年、皇太子殿下五誕生報祝展覧武道大会の審判員並びに特選ランドリーに出場した。1948年、行動館球団取得。1951年京都の栗原道場にて、 三木恒幸氏を教える。後に三木恒幸氏は京都代表に選ばれる。1953年7月には教え子の道上博をフランスに派遣した。1965年10月史受報賞を受賞。1979年10月没。ありがとうございます。